日本語さんアドベンチャーインジャパニーズ1チャプター4セクション5ケンさんは昨日の朝何もしませんでしたケンさんは昨日の昼図書館で宿題をしましたケンさんは昨日の晩うちでテレビを見ましたケンさんは今日の朝学校で 英語の宿題をコンピューターでタイプしましたケンさんは今日の昼図書館で新聞を読みましたケンさんは今日の晩ケンさんは今晩うちで友達と一緒に電話で話しましたそして英語の宿題をしましたケンさんは 明日の朝図書館で日本語を勉,日本語を勉強しますケンさんは明日の晩うちでラジオを聴きます